広瀬涼子が独立して活動再開、お相手、鳥羽周作シェフの店は、踏ん張りどころ、最近は予約を取りやすくなったの声も。広瀬涼子、43、が所属事務所を退社し、独立することを発表した。新たに作った個人事務所、株式会社 RH にはこう綴られていた。昨年の指示の問題では、多くのご心配及びご迷惑をおかけしたことを改めて心よりお詫び申し上げます。今後も引き続き俳優業に邁進し、お芝居と真摯に向き合っていきたいと考えております。しかし、前途は多難だ。昨年6月に発覚したシェフの鳥羽周作氏、45、とのダブル不倫騒動が後を引いています。お互いに離婚し、二人は再婚間近とも報じられていますが、地上波の作品は、スポンサーの敬遠もあってしばらくは難しいでしょう。ネットフリックスなど、配信作品で復帰するのではないか、スポーツ指揮者。前事務所では無期限謹慎処分となっていた広末。独立して仕事を受けられるようにはなるが、果たしてオファーはあるのかどうか。一方の鳥羽氏も、踏ん張りどころだ。2018年に鳥羽氏がオープンした東京、代々木上原のイタリアン、塩は、客単価2万円の予約の取れない高級店としてグルメ好きの間で知られてきた。以前は2週間、3週間先まで予約が埋まっていることがザラでしたが、最近はだいぶ予約を取りやすくなりました。ランチはもちろん、ディナーも平日なら2から3日前でも空いていることがあって、ありがたい限りです。常連客の一人。2月17日に久々に YouTube チャンネルを更新した鳥羽氏は、料理仲間をゲストに招き、カルボナーラの作り方を解説しながら、後進育成の大切さをこう説いた。数字を見られるシェフをどんどん育てないとね。すごい、頑張っても、労働時間に対する利益率が悪かったら、やってもやっても苦しくなるだけだし。頑張りがちゃんとお金に変わらない感じって、絶対どこかで幸せじゃない人が生まれちゃう。二人の幸せはまだ遠いのか。